今日午後開かれた臨時国会の本会議、衆議院は自民党が総選挙を視野に来週水曜日までとした臨時国会の日程をめぐり議場は紛糾しました。こうした中行われた総理大臣の指名選挙投開票の結果、石破茂君を本院において内閣総理大臣に指名することに決まりました。衆議院に続き参議院の指名選挙でも過半数の票を獲得し、自民党の石破総裁が第102代の総理大臣に選ばれました。鳥取県初の総理大臣が誕生することになります。